習方法を紹介します。ポイントその1、胸の柔軟をしていきます。膝をついて手を伸ばします。指導者が背中を上から優しく押します。ポイントその2、猫の柔軟をしていきます。手と膝をついて四つん這いの姿勢になります。背中を丸くしたり、反ったりしていきます。これを、何回か繰り返し行っていきます。ポイントその3、指導者の足を持ってブリッジをしていきます。まずブリッジをします。で、指導者の足首を持ってブリッジをします。で、背中に手を当てて軽く引っ張ります。ポイントその4、台に足を乗せてブリッジをしていきます。低めの台で大丈夫です。足を台の上に乗せて、手首の上に肩が乗るようにブリッジをしていきます。膝を曲げたり伸ばしたりして、しっかりと肩が伸びるように意識をしていきましょう。ブリッジの練習方法を紹介しました。練習後にはこのようなストレッチを入れていきましょう。四つん這いになって、しっかりと腰を伸ばしていきます。また、自分で、丸くなって転がったりしてストレッチをしていきます。今日は綺麗なブリッジの練習方法を紹介しました。次回も楽しみにしてください。